皆さんこんにちは、大園秀樹です。今日の動画は脇のオーバーロック始末、それから脇の飾りステッチという順番でやっていきたいと思います。それではいきます。まずはオーバーロックの最後の部分を3回うちの場合は縛っています。で、縛ったところを少し短くカットしまして、で、オーバーロックと、脇の地縫いの間のところに、まとめて収納します。で、ここの部分をなぜこうするかというと、普通はもう縫い終わった後にピローンってこう、なんて言いますかね。なぜこうピローンと伸びた状態で、終わる、ほっとくんですけども、ほっていても別にほどけてきたりはしないんですけども、やっぱりその綺麗ではないんで、そこはきっちり処理をしていきたいところなんですね。で、片方の部分は縛らなくてもほどけてこない状態なん で、それはその状況を見て縛ったりとか縛らずに、その収納するだけっていうこともやるんですけども、で、それから表返して、一応ここは綺麗に縫えるように殴っています。で、その後に脇の飾りステッチをいくんですけど、そこの部分でどこまで縫うかっていうところに赤鉛筆で印を入れていきます。で、縫うんですけども、この縫う時に結構こうずれ、ここもずれやすいんですけども、で、ここももちろん慎重にいくんです。それで、普通はバックで返し針っていうのをするんですけども、うちの場合は、Uターンして前向きで、同じステッチの上を踏んで綺麗になるように、誤針重ねて縫うような形にしています。ちなみにここも8番糸、うちでは一番使うところの太い糸を使っているんですけども、やっぱり厚みが出るんで、その分食い込むからそんなにその糸が太く感じることもありません。で、ここも誤針、前向きに返し針をしていきまして、で、これで一応脇の飾りステッチが終わりましたんで、さっきのオーバーロックの上を踏んでるんで、そこがもうほつけてくることも出てくることもあります。そしてこれが脇の割りアイロンなんですけども、縫製をやる中で僕は一番この工程が好きです。めちゃくちゃ気持ちいいですね。端からずっと綺麗に上の方まで一発でこうアイロンでずっとこう割れてくると、なんか気持ちいいんですね。それはあんまりこう感じる職人さんがいるかどうかわからないですけども、とにかくこれを両サイドやります。で、その時になんかこう、もうそろそろ出来上がるとか、やっぱりこう脇がスーッと割れていくと気持ちいいとかで、やっぱりこの一番上の最後のところも綺麗に型がつくように、きっちりと割りアイロンをやります。で、この割りアイロンっていうのは一応これで終わりではなくて、出来上がった後に洗うんですね。で、洗って乾いた後にもう一度今のように割りアイロンを、今度はしっかり裏からと表から繰り返します。そうすることで、今後ずっとお客さんの手に渡って洗っていっても、なかなかその脇が戻りにくく、割れた状態がきれいに保てるようになっていきます。そして次は、帯をつける部分と、それからループをつけて、それであとは特殊っていう、いわゆる缶止めとリベットと、ボタンを打つという工程が残っています。もうだいぶできてきましたんで、もう少しお付き合いください。今日もご視聴くださいましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ノーミスや。ならん。いや、ちょっとなりかけたから、ちょっと危なって。